はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パプロサクセススペシャルですね。今回エイプリルフールの、サクセスの方はちょっと投手でやっていきたいと思ってまして、こっちは関係ないか。で、ちょっと先に見たいのがチケットでカムバックチケットもらえるじゃないですか。で、これをちょっと見てみたら、もうなんかね、ガジェット落ち合いとか排出停止になったんだっていう、ちょっとメンツを見ていきたくて。カマカリとかね、なんか初期の頃めちゃ強くて PSR プラコにしたかったっていうのを目指してたんですけど、もはや排出停止キャラになってます。このキャラとか知らないし、そもそも軍事肩ってやっぱ人気ないのかな。カンパどうなんだろうね。で、まあ金原とかね、いなくなってるのはもう全然知ってるけどここら辺のキャラとかは、まあ、シモンとかももういないんだ。シルバーバレット取るときにちょっとね入れたりしてたけど、シルバレの成功率がそんなに高くなくて、でも成功率上げるよっていうアップデートのところは俺やってた気がするんで。マグロとかも排出停止になってるんだ。マグロも前ね、だって PSR だったらなんだっけ、45じゃなくて50で練習効果アップ30つくから結構良くないみたいな話をしてた時期もあったけどね。そっかーっていう感じだよね。まあ、ここら辺はまあ、いや誰これ、サルトビサスケみたいなやつがいるな。プロフィール、遊撃手、全然わかんない。戦国時代って最近のキャラじゃないの？どうなの？だって総力上限アップ、肩上限アップ2つついてって、固有も持ってて、なんか別に悪くなさそうだけどね。エースキラー、まあ、金徳が1つ、でもさ2つあれば金徳1つでもまあ良くないっていう、まあもうどっちかでね、まあ、上限アップは、まあ、1個は必要だとして、でプラスしてやっぱ金徳2つが欲しいか、まあでも上限アップ2つついてれば金徳1個でもまあいいんだろうけど、まあ、ちょっと人気がなかったのかな、わかんないっす。っていうところで結局誰取ろうかっていう話なんだけど、わかんない正直。まあ、最近のキャラとか、だからさっきのキャラなんてね、上限アップ2つついてるから、まあ、取ってサポート枠に入れるとかっていうのはありかもしんない。でも今さ、まあ、あのアルティメット明神とかもそうだけどさ、もうプラ6とかになってるからねあのスタミナアップ、こいつはなんかあんのかな。あ、守備上限アップか、まあ、これだけだったら確かにね微妙な感じはするけど、まあというところで、まあ、別に今回何取るか正直決まってないので取らないんですけれども、まあ、チケットもらえたんで見てみましたというところです。じゃあちょっとサクセスの方やっていきたいと思います。それでは編成の方ですね、こんな感じになってます。今回はピッチャーでやっていきます。で、まず上限解放なんですけれども、まあ、サポート枠に、ワールド守くんを入れて球速つけてます。あと、同部くんでコントロールがプラス4だったかな。で、あとは、パワーが、コントロール4。で、ココロちゃん入れていきましょう。コントロールプラス4。うん。で、新海ちゃんもコントロールプラス4。で、合わせちゃんもコントロールプラス4。で、明神がスタミナプラ6。で、彼女枠はそうか。ピッチャーだとプラスにはならないけど、まあ、ちょっと金徳狙いで、入れていきます。で、そうすると、まずパワーと明神が強心臓を持ってるんで、パワーは今回強心臓を取っていこうかなと思います。で、支援強心臓を狙って、で、心ちゃんできればちょっとね、心ブレイク取りたいなっていうのがあるんですけれども、まあ、合わせちゃんのフローターバールと様子を見ながら、どっちかは取っていきたいです。折り辺。やっぱ折り辺入れたいよねっていうのがあるんで。で、深海ちゃんは、まあ、街道を持ってるんで、まあ、欲を言うんだったら深海道も、誰かでつけられればなって思ったんですけれども、まあ、今回は特にいないので、まあ、そんな感じです。で、スケットワークのほんわかちゃんに関しては今回金縛りの方を取っていこうかなと思ってます。まあ、ピンショーポイントも多分いけるっしょっていう感じですね。じゃあそれでまた再び手術キットと、あ、そうか、ココロちゃんいるから万能パワードリンク持っていけるんだ、これありがたいな。で、招き猫という感じで始めていきます。じゃあまずは出航ポイントですね。今
回変化球がね全然ないからね、ちょっと変化球ポイントどうなのかなっていうところが心配ではありますけれども、エビルとか結構良くないか。まず1回暁へ旅立つか。プラスが全然ないけどね、まあ、筋力プラス最初に無理して取っていかなくても筋力じゃねえか、変化球か今回あるのは。まあいいんじゃないかなとは思うので、とりあえず暁へ行きましょう。投手って俺どれくらいのランク作れてたっけ。最近あんまり投手やってないからわかんないですよね。201点入れたから、これ倍買すると400もらえるってことだから、まあそれなりにでかいよね。一応あって、まあ、最初はあんまり赤も気にしなくてはいいんだろうけど、一ノ瀬がいるのか。評価をねやっぱり上げてもいきたいからね。五十嵐もいるのか。ここはコツがあるけど合わせちゃん一人か。ちょっと七重もいるし、そう結局心ちゃんだけだからね。変化球練習あんの、しかも2種類だから、タックがちょっと低いのかな。そういえばパワーイベントが分からん。あ変化球来てる。260、1の瀬いるな。パワーも上げられんな。まあいいでしょう。最初はやっぱり評価を上げるのが重要だとは思うので、まあ編成によってどこの方向に行くかっていうのをまあ気にしなきゃいけないとは思うんだけど、変化球ポイント60もくれるんだ。 PSR であれかな、守備位置が一緒だからかな。で今2個目でしょ。ちょっと大まかちゃん上げてこう。前回やっぱりね大まかちゃんの評価結構最後振り回されたからな。とはいえね、あんまり彼女追いすぎてもねっていうのが977、いかれてんだけど、まあ溢れないよね。これはやるでしょ、これはさすがにやる。なんか変化球もう大丈夫な気がしてきた。そんなにすごく上げるわけじゃないから。でこれどっちだっけ、球の方か。で来て、これもスペシャルコースだよね。どれくらい上がるんだ。コントロール守備タイピン、あタイピンはでもまあまあありがたいかな。でこれオダテルでいいんだよね。さてもう一回いけるな。変化球か。965か。すげえな。経験点だけなんかこう考えると全然やっていい気がするんだけどな。五十嵐もいるしで、19番はちょっと怖いから、まあパワードリンク飲んじゃおうかな。飲んじゃおう。ちょっとやれる時にやっておこう。でこれでもとりあえず変化球もう安心、そういう方向性でいこう。まだまだ序盤だしね、全然いいでしょう。で引き止めて、でもうさすがにもう出航だよね。 105% いけそうな気はするけど、ちょっと無理してもなっていうのがあるから 110% かやろう。あの評価も上げたい、ただそれだけ。これ何がいい、ちょっと一応見よう。体力、経験点、重い球か。じゃあ重い球にしよう。で出航、もう行くところがない。でしらすに行くか。次は鉄板からの、どれだけ評価上がってる。重い球、重い球も取るか。重い球も別にそんなにね重くないからね、経験点的には。これ敏捷入るからね、まあ、その代わり東大躍動っていう敏捷ポイントを使わなきゃいけないやつなんだけど、27はねやっぱり投手にとってはありがたいから。てか経験点変化球がいかれてんだけど、まあスタンダードにいきますか。パワーとゴブがいるのか。全然いいのがないな。まあ評価上げ
精神60、用心が進むな。からの急速クイーンココロちゃん、ゴブもいるし深海ちゃんもいる。これはよきよき。今のところ心配なのが、そうすると技術なんだけど、でも技術は大丈夫でしょう。編成的に多分だけど、一応3個は入れてきて、またなんだかんだで大丈夫だな。変化球一応3色は入れておきたい。で今877だから、これもう終わりか。じゃあもう取っちゃうか。強心臓、精神全然足りるよね。東大躍動か。あれ東大躍動ってなんかコツ掴んでなかったっけ。強心臓も取っちゃおう。東大躍動2か。まあでも敏捷使うから全然置いといていいや。で一応これ見る。7、いや悪くないな。 4% だったら全然やっていいよね。でだからテク中央が消えるけど、まあ別に変化球はって感じだけど、技術があるのか。投球練習に技術来てんのはでかいな。でもまあメカニクスも来てるけど、シラスも、あシラスでいいじゃん。じゃあで先を見た時に花丸は今回いるからね。あ花丸もまあ悪くねえか。まあちょっと今回は練習しようって考えよう。はい、結局変化球覚えるのも技術が必要。あれちょっと待って、なんか変なの来ちゃったんだけど。海賊船大丈夫。メカニクスか。じゃあいいや、シラス行くか。エジプトってどうなの。まあまあまあシラスだな。超えちゃうの。何が、変化球が超えるんだな。じゃあカーブでも振っておいて、あれウォーターパールみたいなやつって下だっけ。変化球心ブレイクは超スローボールだから全然大丈夫。よし、技術くれ。いいね。あでここで決まるんだっけ。そうか、2回目で決まるのか。もう進んじゃっていってるから気持ちはわかる。もうこれは心ブレイク確定だな。で赤原いるでしょ。でちょっと待ってね、また例によって、あエビル行くのに必要か。よし、おいくつ。8、新海ちゃんが評価上げられるか。213、まあちょっと安心を手に入れよう。まずはあれ玉で、これはちょっと投手だと何のコツが入るのか分からない。安全球ね、まあ、自分に挑戦は進めてはいくけど、もうちょっと心ちゃんの、心ちゃんがもし取れなかったらね、あの進んで取れなかったらウォーターパールに挑戦しますか。どうだ、躍動はまだ、あれ玉は3でいいでしょう。で、あバント封じか。まあ5、ちょっと敏捷今回重要っちゃ重要だからな。急速安定も使うやんけ。タチューンリリース、重い球4になってるし、まあこんなもんか。さあ何が来ておりますか。結局これ来てるけど、技術だな、まあ、やっぱり赤原もいるし、行きましょう。あ守備ラインやっとくのもでもありだったか。敏捷を取るためにで我慢に挑戦は、まあ、体力的に大丈夫だと思うから温泉に行って、打球反応か。結局またコントロールか。鈴木か。でも3色欲しいよなっていう感じで、筋力がないんで1回メンタルの
金のないやつをやっておくか。まあ、346くらいだったらいかようにもなるからね。でいっぱい来てんな。これ取りに行くのもまあ悪くはないけど、でもやっぱり赤原だな。ここはでか、60ポイントでかいな。で 70% の積載量だけど、まあ気にしなくていいっちゃいいかな。なんか変化球ポイント本当にもう一緒。そんな3種類7あれば十分でしょう。あれってエビル行って、エビル行った後どうすんの。アンドロメダって結構良くなかったっけ。そうでもねえか。じゃあエビル行こう。1回目の海賊、海賊何回打てばいいんだろう。3回とかだっけ、金得点に入れるの。で筋肉もらって全経験点になって、ボーナスは筋力。あ、筋力もね、急速上げなきゃいけないからなんだかんだで必要になるか。で海岸、まあ、大体ね自分のやつだと海岸が12月の後半くらいになります。変化球はやむって感じなんだよね。やっぱり8か。ちょっと待ってね。マントル、マントル、あ、そうか、マントルって2人しかいないんだ。溜まってるけどマントル行く価値はあんまりないな。シラス行く価値はあるから迷宮をサクッと終わらせて。花丸ってどうなの。あ、花丸も結構技術稼げそうなマス目になってんな。まあ一応海賊がいるアスレテースを狙うけど、行けなかったら、あの、これが取れなかったらちょっと考える。花丸で大丈夫は話聞いて飲むでしょ。これはもう絶対決まりかな。で闇のか、太田くん。プラ99、誰もいないんだったらまあメンタルで1回66にしておくか。初詣に行って全然評価上がってないな。そういえば多分モテモテになりたいっす。モテモテにはなれないっす。それが俺の宿命だ。で7、オーダーがいて、アスレテスは4かだったらもう全然だな。これでオーダーくんたまったでしょ。打たれ強さ、打たれ強さは取りますか。で船積みが来てて、あ、一応告白には乗っかってるな。レイリーか、まあでもちょっと精神少し欲しいんで。あれ乗っかってた。3で告白はしてくれるよね。制圧なんてこっちつかめるんだ。あれってこれどうすんだ。挑発ね。で出航が決まったけど、まだ余裕があるといえば余裕はある。でもなんかいいの来てるかって言われたら、切り裂きと闇のあげられるのか、それは悪くないな。しかも3色目がもらえるな、じゃなくて4色目がもらえるな。やっちゃおうか。でどうしよう、次も出航しちゃうから必死に運ぶ。そう、決まった。ここ6で行く。変化球的には東大役とまた手に入ったわ。もういいでしょさすがに。じゃあアスレテスでいきます。上限超えます。何が筋力なんでしょう。急速上げていこう。これ100
上限アップになるのかな。いや技術足んねえわ、全然足んねえわ。ちょっと待って、一回160で抑えよう。まあ、A くらいまでスタミナ練習結局するからね。ちょっともったいないはもったいないんだよな。まあアスレテスいきます。で海賊倒します。で3人います。内角切れ、切れは切れで敏捷使うのか。で技術 OK。 でさらに海賊戦で稼ぎます。私は諦めません。投資劇場は何がいいんだ、時代劇にしてみよう。キレか、まあまあまあ敏捷使うやつのコツはなんだかんだでもう19まで減っちゃってるからな。あと取りどころ内角、火消し、火消しはまあ全然ないか。で東大薬堂がまだやっぱり敏捷使うよな。さあそして、ああこれいいな、出航状況を見て。まあでもアンドロメダがメカニクスめちゃくちゃ使うな。まあ暁行くのはどうだろうな、変化球ポイントもいらないっちゃいらないからな。色のバランスは悪くはないんだけど、ちょっとアンドロメダ行ってハラマルを目指す方向で行きますか。なので、まあ、特に気にしないからちょっと一回スタミナやっとくか。これ2人いるしね、友情タッグが。でスタミナも上がって、これ将棋でさ東大駆動取れなかったけど玉持ちだった、全然違った。でバーレンナインで筋力手に入れたからちょっと、じゃあ70にしておこう。これでどうでしょうか。でまあ、リフターも上げたいっちゃ上げたいけど、まあ、こちら普通さてこれで普通でパワーの魔球、あもう覚えてるからやめるしかないんだ。鉄仮面カモフラージュで3色目が取れるからも変化球いらないっちゃいらないけどな。これも美味しいけどな。2人いるのか、400か。でも3色目が手に入るっちゃ手に入るんだよな、悩みどころだな。やるか。左キラーだ。これで敏捷くれるやつだったら結構美味しいんだよね、コツで。で覚えてますと、何にも覚えてないけど。さあ、あ守備連がある、美味しいな。やるか。900じゃなくて400。あでもこっちも300入るんだったら全然いいや、やろう。ちょっと上行けなくなっちゃったけどしょうがない。パワーもこれ名称送ってくれ。さあさあさあ、もういいでしょ、円卓に行けばいいんだよ、円卓に。スタミナ700か。リフターもいるのか、結構でかいな。ちょっとコントロールも100までいけるかな。よし、これでちょっと止めておこう。ん？これで暁にはいけなくなるけどしょうがないよね、経験点も欲しいし、ほのかちゃんもいるし。これ必死に運ぶとどうなるんですか。まだいけんな。117か。だったら先行っちゃっていいかな。
メカニはいけないでしょ、足んないよね、赤の石材量は。必然的にエンタメに行くしかない。で170、まあまあまあ、そろそろ変化球もまたさばいていかないと。でここももう取っちゃってあるんで、あれまだ2回目か。変化球ポイントをどうさばいていきますか。何か必要ですか。拡張能力、集客力じゃなくてまた格か格を上げていこう。格10。さあそこからのランスロット、うん、技術も取っておきたいは取っておきたいんだけどな。マックかな、いいのがなかったな。円卓はもう早々に切り上げるか。モタパーラも多いかな、やめておく。やめるしか選択肢がない。あ8、技術8ある。おいしいおいしい。緩急きた。コントロールが2上がった、やった球速は上がんなかったかさすがに。でもまあ上限突破には持ってきたんでいいでしょう。さあさらに、あー守備があるか。あ B 賞ポイントはいくらあってもいいやろう。これは何がいいんだろう。一応セットしてるからいいね。体力がない時の自動デートとかマジ役立つわ。臨床ポイントくれるわ。さてちょっと出航でエジプトが3か。メンタル1回やってエジプトに行くか。じゃあモードもいるしな。どうもくいるし使えんとこ。体力的にはまあまあまあもったいないけど最後見よう。うわスタミナきてんな。これはありかな。どうでしょうか。ここら辺の判断がもうつかないんだよな。どっちをやった方が結局得になるかみたいな。まあ、エジプトに行っちゃった方がいいのか。アスレテウスだいぶ溜まってんな。ちょっとエジプト行ってみるか。600でしょ。でこれ4色目になるんだよね。8、あダメだ、6があるから。結局6か。でも海賊で手に入るっちゃ手に入るけど難しいわマジで。そして変化球マジどうすんの。シュートでもスタンダードに、スタンダードにでエジプト行って、これ多分経験点くれるでしょ変化球は。てか変化球がそもそもあれになってるか、全経験点に加算される。そういうことか。クロスキャノンミスだよ。やった、評価上がった。お来てるね。また出航見て、多分次が最後の出航だから。あーでもまあアスレテウス9か。9はもうマジで無理だな。でもアスレテウス行きたいな。1回稼いどくか。じゃあ157だから、まあ、まだないです。これどっちだっけ。しかもはるかちゃんじゃねえし、すぐ間違えちゃう。カラオケかで縛りが取れると。骸骨取れるのいいよね。もう俺マジではるかちゃん大好き人間だから、マジでお世話になったからね。ちょっとこれもうじゃあ上げきっちゃっていいか。でそこから不屈のふさわしい、ちょっと取れるもの取っていこう。また26とか、ここら辺重いよ臨床が。もう鉄仮面取るしかないしね、金属取ってっから。で尻上がり、玉持ちももいけるっしょ。でミスゼロもまあ変化球そんなに使う。あマインドブレーカーがあれか、臨床使うのか。あれ形勢逆転って
骸骨ないんだ。まあ、火消しにも取るでしょ。で、順応も取って、縛りは置いといてもありだな。東大薬道具もまだ置いといていいな。まあ、5回だったらあんまり減らないだろうかな。ちょっと、こんなもん。さて、そこから。じゃあ、これ。で、回復をしての監督とかどうなってるの。リリーフだし自分でやらなくては。見せますか、心ブレイク。ちょ、最後に決めよう。打たれなければだけど、ピッチャーとか難しいんだよ。心ブレイク。ゲー、当てられた。やっぱりフォークだな。頼れるべきはフォーク。普通にこれで獲得許可どうなってる。なんか試合出れないとか言ったら最悪だからな。あ、おいしいおいしいおいしい。これやろう。これでもう出航だな。あれ、でも赤いやつって足りてないんだっけ。火消しが手に入れたな。最後アスレテース行きたいな、やっぱり。ってこと、ゲー無理だ、赤が取れん。じゃあもう出航しよう。ちょ、どっかに出航しよう。金剛か。バンプ、スタミナ、スタミナ、休息だったら、あ、アンドロメダありか。アンドロメダでもあれが多いな、変化球が多いな。じゃあここ、本塁打元気で筋力と、まあ、一応変化球手に入れられます。で最後は特に何もねえわ。まあスタミナ、あ、300あんのか。しかも2人いるんだったらここでいいや。球速結構やばくねえか。ちょっと一回やめておこう。これが3回目か。また敏捷手に入ってるし。ちょっと待って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 、絶対溢れてるね、筋力絶対溢れてるわ。もうこれ100以上ってスタミナアップするんだっけ。時間上げなんかアップしなかった気もするんだよな。意外に精神が足りてないわ。もうちょっと頑張って練習しよう。メンタル34、307、67か。クリとかいうやつが精神くれんのか。それは結構いいな。まあいいや、ちょっと次目がくらむ。こっちで、あ、守備に来てんな。まあまあまあ全体的に入るけど、今度筋力が溢れてんな。もうないぞ筋力。これ集客力。今度は変化球を使っちゃってるけど、まあいいや、10くらいにしとこう。で守備練やろう。クリがいるし、もう敏捷大丈夫だろう。で、スタミナ、あ、これもでかいな。技術がめちゃくちゃ入んな。あ、クリがいるな。クリクリクリ。あ、スタミナもう伸びねえわ。精神くれた、ありがたい。さあさあさあ、これでどんだけくるの。154か。まあでかいよね、154。全然でかいよ。じゃあスタミナはちょっともう自分で上げていかなきゃいけないから、これで OK。 あとはもう気にするのは変化球ポイントが果たして足りるかっていう話ね。ちょっと敏捷も見ておこう。伸びは取るでしょ。ちょっと取れるもん取ってこうじゃん。
て絶対だから欲しいのはデートだな。ちょっとデートで金徳を一回確保しておいて、金縛り。あれ足んなかった、もしかして。そういえば監督評価で34か、まあ、大丈夫でしょ。負けんじゃねえよマジで、このメンツでラズベリーごとき。オクタビア、よし俺投げたな、出番はあった。まあそれだけ、それなりに入ってる。敏将入るじゃん、いいな。ほんわかちゃんもめちゃくちゃ敏将あるわ。というわけでカモフラージュって、あ、やっぱ警戒解除か。東大薬堂は取っちゃいましょう。でこれもいって、全開もいいでしょ。じゃあこれはコツがあるから変化球対抗心でいい気がするけど、ちょっと一旦置いといて、先制ストライク。あー、ちょっとここら辺精神使うな。クロスキャノンも通る。本塁打現金。あー、ちょっと精神やばいかもしんない。投手はさすがに取らないでしょ。変幻自在、この2つは回収する。あ、クイック回収しようと、あ、クイック一応いける。あー、でも下のやつ取ると多分いけなくなるな。クイックはもしかしたら諦めざるを得ないかもしれない。そう考えるとスタミナがここでかいな。ダブルタックになってるからか。よしやろう、一回やっちゃおう。初めてで精神36。よしよしよし、まあまあまあいいよ。でちょっとデートどうなってる。あ、もう完璧だ。ってことはあとひたすら精神練習するか。一応精神見て、一番精神の高いやつスタミナだな、いけんな。でここら辺はさすがに精神下げられたから、精神やろう。1上がった、1足りなかったな。まあ1足りないくらいはいいでしょう。800か。まあ、野手に比べて投手はちょっとね、試合での経験点が入りづらいから、まあ、一応勝ちましたと。ここら辺サクサク進んでるのはいいな。さあメンタルに来てない15、16。だったらこちらのスカウトさんの評価を上げときますか。でここでちょっとここに任せちゃおう。コムに任せると、でも経験点そこまですごい入るわけじゃないんだよね。まあそりゃそうかっていう感じだけど、でもピッチャーはね、どうしても試合がねめんどくさいんだよ本当に。よし、関東完封、関東完封で70か24。じゃあここ筋力がめちゃくちゃあるな。最悪多少野手能力にも触れるな。お待たせいたしました。 C くらいまでパワー持っていけるんじゃない。フリート本塁打多分1本打たれたなこいつ。70か、多分70くらいで続いていくね。でここはさすがにもうちょっと一回メンタル挟まないといけないから、またスカートさんの評価上げて、でお任せしよう。ひたすらお任せで、ちょカモフラージュ変化球対抗心かな、コツあるし。で手応え取って、緊急要所、対強打者ジャイロ奪三、根性は取っていくか。低めで回復しつつ、クイックはもう1だな、これもしょうがない。で、まあ、あとここら辺を上げていくんだけど、野手弾道は3にしておこう。ちょっとパワー上げられそうじゃん、これ F とかにやってみる。ちょっともう上げ出すわ、なんかもったいなって感じはするかもしれない。 C にしとこう、多少打てる選手どうでしょうか。
あの堂江くんの別バージョンがね二刀流手に入るから、まあ、二刀流選手を作っていくっていうのは面白いかもしれない。まあ、査定的なことを考えるとね微妙なんだけど、100か。ありがとうございます。で先発、あ、じゃあ全あれできるかな。104か。ここであれ、これもしかして何かくれる、何かくれるんだっけ。安全圏、カイドウの目。あれ、俺なんか診断とか取ったって言ってなかったっけ。カチュウとか。あれ、強心臓ってどうなってんだ。そういえばなんかしくった選択肢。まあいいや、ちょっとわかんねえ。あ、じゃあ適正これ中継ぎと抑えいけんじゃん。はい、いけるわ。だってどうせ足んないもんね。足んないんだったら全適正を持つやつにしよう。で変化球636で、あ、シュートいけんな。はい、あともうさすがに無理だね。で、まあ、上げられるとすれば角とか集客力とかを上げていく感じになるのか。あ、街道取んなきゃいけないわ。街道重っ。やっぱり重いよ。え、ちょっと一回変化球を全部さばいて、ちょちょ、さばくと何が足んなくなるんだ。変化球、変化球、変化球、これでもうこっちは大丈夫で、ミートを上げよう。ミート D とかでいいんじゃない。ミート C までいけんな、これ。ミート C まで持ってってパワーこれ A とかにできるんじゃない。まあ、それやるんだったら、まあ、海岸しろよっていう海岸しろよっていうツッコミはあるかもしれないんだけど、ちょっと打てる選手を作ろうとして怪我して、パワーヒが、あ、一応 B 賞8必要なのか。これ広角打法いけんじゃん。意外性もいけんじゃね一発逆転とかはちょっと精神が足んないか。まあ、パワーか。まあいいや、ちょっとちょっとお遊びに走っちゃいましたけど、 PF さんというキャラです。名前、PF の3。先発とかもなんか全部こなせるかな。先で出るかな先発って。先発の線、まあでも一応、あ、ない、線でいいのかな普通に。あ、いいや、てか投手でいいか、分かりやすく全部できるから。投げる、投げる、ないよね。オッケー、すげえいっぱいあった。はい、オッケーですと。いう感じでした。まあ大丈夫もね、おまけ程度だよねやっぱり。まあアイテム枠をね1個使うっていうのがまあどうかなっていうのはありますけれども、まあせっかくなんでね、まあ10個くらいだったらまあ立ててくれるものだし、やってってもいいんじゃないかなと思います。今回なんか若干強心臓しくじったっぽいけど、まあまあまあなところです。心ブレイクも手に入れて、だとちょっとね野手の能力にお遊びで振りましたという感じになりました。まあ、あの時間上げイベントなんで、まあ、100まで持ってけばそれなりの経験点は軽減できるのかなというような印象です。で最初に送る大丈夫博士のイベントはちょっと上げ切る前に上がっちゃうんで、まあ、そこはしょうがないかな。2回目の、バレンタインあたりのところで発生するイベントについて、まあ、うまくね、経験点調整できれば、まあ、かなり節約にはなるんじゃないかなと思いましたというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。